はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、今回も、いや、そうだ、今回から、第4弾のカード追加バージョンでプレイしております。メンバーは変わっておりません。一応マグのチームはガチでプレイするのはこのアーセナルでやっていきたいと思うんですが、どうしようかな。ピント合わせる？この真ん中の選手どうしようかな。ね、ちょっと、この段階で、ダビド・ルイス選手の獲得が決まっているので、ここをどうするかはまだ考えていないんですけども、いずれ来るフッティスタバージョンのコシェルニーにするのか、それともダビド・ルイスにするのか、ちょっとこれは今、思案のしどころですね。で、まあ、前線はこういう感じになっております。今回の対戦では、結構ね、あれなんだね、結構、勝ってないんですよね。なんですけど、結構ね、フォワードにボールをいかに当てるかっていうのでね、結構やってるんですけど、このチーム、中心選手がなんとなく見えてきました。エジルをね、このアーセナルの中心に据えているつもりなんですが、このチーム一番ボールの収まりどころがある選手は実はこちら、なぜか一番弱そうなメイトランド・ナイルズに一番ボールが集まるんですね。ところが彼にボールが集まって人を抜いた試しがない。だけどね、彼はこうボールの受けがいいんでしょうね。非常にね、このね、ここら辺にね、スーッと入り込んでくるんですよね。だからね、このメイトランド・ナイルズ次第ではうちはもっと活躍するんだなぁと思うんですけどね、ちょっとここはもしかしたら今後変更する可能性がちょっとあります。で、今回はこのメンバーでやりますが、次回はこちら、ラカゼットが、カード化されました。なので次回はラカゼットのフッティスタバージョンでプレイしていきたいと思います。こちらフォアチェックなんですね。83、でもコスト110か。そんなには必要か。オーバメヤンが110か。まあ、同じぐらいなんですね。100ぐらいかななんて思ったんですけど。ああ、まあ、エジルも110だから、まあ、110ってところですかね。で、
フットボールファンの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。コンチネンタルリーグプレミアディビジョン第2節をお送りしてまいります。いよいよ決戦の火蓋が切られます。たくさんの声援に囲まれながら今キックオフです。今日の両チームのフォーメーションです。ホームチームは 3-4-3 のフォーメーションです。安定感のある中盤と守備陣がチームを支えます。一方相手チームは 5-3-2 で臨みます。ワールドクラスの中盤と守備陣がチームに安定感をもたらします。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。ボールが奪われました。ここで奪い返します。左サイドから切り崩します。指示した道筋を信じ選手たちが動きます。ファンダイクがパスカット。両チームがお互いの様子を伺っているようにも見えますが、さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。この位置でボールを奪う。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。この指示でゴール前までつなぐことができるか。前半まだシュートを受けていない両チームです。これはエリア内だ。 PK です。すでに駆け引きが始まっています。素晴らしい先制ゴールで観客を魅了します。ここで貴重な1点が入ります。
ました。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。ベイ、身長185センチ、ウェールズ出身、今日はセンターフォワードでの起用となります。左サイドから選手が上がっていきます。ベジェリンがカットに行きました。グエンドゥジ、身長185センチ、フランス出身、今日はセントラルミッドフィールダーでの起用となります。ゴレツカ、身長189センチ、ドイツ出身、今日はセントラルミッドフィールダーでの起用となります。抑えて得点につながる指示となるか。右へ送る、中央へ送った、ここで取り返す、突破していく、プレッシングの指示が選手に出ています。サイドにベジェリーから出る得意のクロスに期待したいところ、ここで奪い返された、変えてアグエロ、どうね、相手も必死に食らいついてきます。流れを相手に持っていかれないよう冷静に判断をしていきたいところ。この得点でゲームを振り出しに戻しました。両チーム譲らない、非常に見応えのある展開になってきております。ワントラップ、このボールを縦へ振りました。さあダイレクト、弾いた、ストラコシャが得点を許しません。さあこのチャンスをものにできるか、ダイレクト、コーナーキックになります。さあこのチャンスをものにできるか、そのままシュート、キーパーこのボールを防いだ、スーパーセーブを見せてくれました。ゴールキーパー指示を出す、そのまま、ここでこのゴールを決めた。この試合2ゴール目を奪った。うまくヘディングで合わせて得点につなげています。ここでホイッスル、前半が終わりました。前半の相手のスタイルを見た上で戦術をどう変化させどう攻略していくのか注目していきたいと思います。まもなく後半が始まります。さあ試合再開、後半が始まりました。リードされた状態で折り返した後半、ここから巻き返したいところ、パスターゲットとなり前線で得点を狙います。ボールが奪われました。ベジェリーンから出る得意のクロスに期待したいところ、上がるのは右サイド、このボールを、これは抑えます。さあここから反撃が始まるか、前線付近でボールを持ちます、ここで奪われた、サイドへ送りました。エジからどんな芸術的なパスが生まれるか非常に楽しみです。出しました、キーパーです。出します、止めて、さあここから反撃が始まるか、いけるぞ、シュートです、ゴール入った、この試合3得点目、ハットトリック達成です。なんとこのゴールでハットトリック達成となりました。後半17分、この試合を制するのは果たしてどちらか。ボールを受けます、前へ、ここはつなぎます、2点差ですがまだまだ油断できないか。ボールを奪いました、右に出しました、バックラインのカットに行きました。サイドにペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。このボールを得点につながる指示となるか、奪われます。レジロからどんな芸術的なパスが生まれるか非常に楽しみです。アグエロがキープ、さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか、ここはキーパー正面、
えて右に出しました。刻々と時間が過ぎていきます。ベジェリンクからアンリ、このタイミングで選手交代が入ります。ここからリスタートです。ボールへの激しいチェイスを指示しています。周りを見て、さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。ここで取り返す。選手たちが監督の指示に応えるべく動きます。右に出しました。アディショナルタイム、もう時間がありません。このボールをパスを出す。どっちだ。ライン終わりました。チャンスは続きます。まずはここで交代のカードを使います。さあこのチャンスをものにできるか。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。この指示でゴール前までつなぐことができるか。試合終了のホイッスル、堂々と勝利を収めることができました。それではそろそろお別れの時間となってまいりました。また次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。フットボールファンの皆様こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。コンチネンタルリーグプレミアディビジョン第3節をお送りしてまいります。勝利するのは果たしてどちらのチームになるのでしょうか。ホームチームは 3-4-3 のフォーメーションです。ワールドクラスの中盤と守備陣がチームに安定感をもたらします。一方相手チームは 4-4-2 で挑みます。個々の能力が高いフォワード陣がチームを牽引します。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。セーフティーにクリア、運んでいった。監督の戦術を重視した攻めを形成します。オバメヤン、両チームがお互いの様子を伺っているようにも見えますが、取り返しました。抑えて、さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。監督の戦術を重視した攻めを形成します。ここでボールを失う。オバメヤ、足の速さには非常に定評のある選手です。ボールを奪いました。前半まだシュートを打てていない両チームです。現在チームは暫定2位、チャンピオンの座を虎視眈々と狙います。右から上がっていきます。エジ
監督の戦術を重視した攻めを形成します。アンリ、身長188センチ、フランス出身、今日はセンターフォワードでの起用となります。どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、中央へ送る、抑えて、このプレーには笛が吹かれます。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。ゴールキックになります。ゴールキック、止めて右へ送った、ボールを受けます。周りを見て監督からパスの指示が飛びます。これはキーパー、もっとボールを奪いに行くよう選手に声をかけます。裏をついた、シュート、先制、1点を先制された。ここはなんとか巻き返したいところ。この1点でチームは波に乗りたいところです。ここで貴重な1点が入りました。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。サイドに出しました。監督の戦術通りに選手たちが動き攻撃を仕掛けます。空いたボールになります。これは読んでいました。レジからどんな芸術的なパスが生まれるか非常に楽しみです。ここは切り抜けます。周りを見て、抑えて、どこで仕掛けるか伺っているようにも見えます。狙ってきた、キーパー、ここでホイッスル、前半が終了しました。前半を踏まえて両監督は同じ作戦でいくのか、もしくはガラリと変えてくるのか注目していきましょう。さあもう間もなく後半です。さあキックオフ、後半が始まりました。後半ビハインドでのスタート、ここからどう反撃してくるでしょうか。パスターゲットとなり前線で得点を狙います。ベジェリーンから出る得意のクロスに期待したいところ。打った、あー、このシュートは防げなかったか。ここで焦らず冷静でいたいものです。美しいゴールで観客を魅了します。後半5分、キックオフからのリスタートです。もっとボールを奪いに行くよう選手に声をかけます。ボールを奪います。トラップ、得点につながる指示となるか。抑えて、チャンス、一気に縦に持っていく、抑えて、右へ送って、ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、取り返しました。中央に止めて、監督の戦術を重視した攻めを形成します。ここでボールを失う、ボールに当たりに行くよう大きな声で伝えています。中央から、中央に、からオバメヤ、この指示で得点につなげたい。相手ボールになります。抑えて、左に展開、止めて、ここで奪われた。さあここから反撃が始まるか。縦へ、ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。ムスタフィがここはクリア、抑えます。サイドへ送りました。一人で行く、この指示でゴール前までつなぐことができるか。もう時間がありません。どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、中央へ、止めて、縦へ送って、ボールを受けます。縦に出しました。右へ送って、縦へ、サパスタゾプーロスからエジル、監督の戦術通りに選手たちが動き攻撃を仕掛けます。ここでアディショナルタイム突入です。左サイドを駆け上がります。
中央へ送る。ペナルティエリア前で非常に強固な壁を築いています。ボールへの激しいチェイスを指示しています。選手たちが監督の指示に応えるべく動きます。出します。ボールを受けます。ボールを奪われます。試合終了のホイッスル。残念ながら黒星という結果になってしまいました。それではそろそろお別れの時間となってまいりました。また次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。フットボールファンの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。コンチネンタルリーグプレミアディビジョン第4節をお送りしてまいります。勝つのはどちらだ。自分の限界をどこまで出せるか、選手たちには問われることでしょう。今日勝たなくていつ勝つんだ。前半のキックオフです。今日の両チームのフォーメーションです。ホームチームは 3-4-3 のフォーメーションです。安定感のある中盤と守備陣がチームを支えます。一方相手チームは 4-4-2 で挑みます。ワールドクラスの中盤と守備陣がチームに安定感をもたらします。ボールを奪います。ゴレツカが個人突破。ここで選手たちにパスの指示が飛びます。このボールを相手ボールになります。お互いにどう崩していくのか、じっくりと見守っていきます。ここで取り返す。右へエジルから呼ばれた。これは気をつけなければなりません。このボールはカット。現在チームは暫定5位。まずはトップ3入りを目指したいところです。ピッチ中央、さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。ここで奪い返します。ペナルティエリア前で非常に強固な壁を築いています。中央に出しました。ロバートソン、身長178センチ、スコットランド出身。今日は左サイドバックでの起用となります。前にグエンドゥジからエジル。この指示でゴール前までつなぐことができるか。
中央から打った。このボールをボールに当たりに行くよう大きな声で伝えています。クリスティアーノ・ロナウド、身長187センチ、ポルトガル出身。今日はセンターフォワードでの起用となります。奪います。この指示で得点につなげたい。ゴールにつながるか。ボールを受けます。ペナルティエリア前で非常に強固な壁を築いています。前線付近でボールを持ちます。ペナルティエリア前で非常に強固な壁を築いています。右へ送ってトラップ、サイドへ送って抑えて、左へ送って、指示した道筋を信じ選手たちが動きます。奪われます。このボールを一人で行く。このボールをこの位置でボールを奪う。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。ここでホイッスル。ハーフタイムに入ります。前半の相手のスタイルを見た上で戦術をどう変化させどう攻略していくのか注目していきたいと思います。まもなく後半が始まります。主審のホイッスルで後半がスタートしました。お互い全く譲らなかった前半。後半で均衡を破るのは果たしてどちらのチームでしょうか。ベジェリーンから出る得意のクロスに期待したいところ。パスターゲットとなり前線で得点を狙います。どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。右からダイレクトで打った。しつこいチェイシングを選手たちに要求しています。トラップ、右に出す。ジェズスからクリスティアーノ・ロナウド、一人で行く。ここで打ってきた。ダイレクトでシュート。これはこのボールを縦へ大きなパス、左に出しました。ここでボールを失う。出して抑えてボールを回します。縦へ。ここで選手たちにパスの指示が飛びます。ここで奪われた。0対0。まだ両チームともの得点。突破していく。ワントラップ。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。奪いました。抑えて中央へ送りました。ワントラップ。監督からパスの指示が飛びます。ボールへの速いアプローチを指示しています。止めて終わりました。スローインで再開です。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。左に開いてどこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、ボールを奪いました。現在指示している戦術で攻めに出ます。もう時間がありません。抑えます。パスを送りました。ここでボールを失う。サイドへ送った。ウェンドゥジ、ここでボールを失う。監督の戦術通りに選手たちが動き攻撃を仕掛けます。縦へ大きく出します。ピッチ中央、サービスバリア、フアンフランがクリア。トラップ、ここでスルーパス、サイドに出しました。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。現在指示している戦術で攻めに出ます。両チーム試合を決めることができませんでした。両チーム無得点のままスコアレスドローとなりました。試合も終了し、お別れの時間が近づいてまいりました。それではまた次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。
フットボールファンの皆様、こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。コンチネンタルリーグプレミアディビジョン第5節をお送りしてまいります。勝利するのは果たしてどちらのチームになるのでしょうか。たくさんの声援に囲まれながら今キックオフです。両チームのフォーメーションですが、ホームチームは 3-4-3 のフォーメーションです。ワールドクラスの中盤と守備陣がチームに安定感をもたらします。対する相手チームは 4-3-3 のフォーメーションで対抗します。フォワードディフェンスの能力が高く、バランスの取れたチームです。運んでいったカルバハルからムバッペ、さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。ボールを取り返す。得点につながる指示となるか。ちょっとお互いに相手の様子を見ているか。入った。相手に先制ゴールを決められてしまった。なんとか1点を返したい。ここは早い段階で追いついておきたい。素晴らしい先制ゴールで観客を魅了します。1対0。この先制弾はどんな意味を持つことになるんでしょうか。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。ここで奪われた。抑えます。ボールを運ぶ。現在チームは暫定5位。まずはトップ3入りを目指したいところです。サイドへ送って、抑えて、右へ送る。さあここから反撃が始まるか。このボールを狙った。ゴール、入りました。同点です。同点に追いつきました。この得点でうまく同点に持ち込みました。同点に持ち込まれ、まだまだわからない試合展開となってきました。パスターゲットとなり前線で得点を狙います。このボールをムスタフィが、ここはクリア、ライン終わりました。スローインで再開です。グエンドジがパスカットに入りました。グエンドジがキープ、右に出しました。ピッチを横断して左へ展開。ベジェリン、中央へ送る。積極的にパスを回すよう指示を出します。ネスタから福田、このボールを左へ送った。ナイスクリア。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。前へ送りました。このボールをこの指示で得点につなげたい。前線付近でボールを持ちます。絶好のチャンス。相手ボールになります。サイドに、このボールをワントラップ、ここで奪って、左へパスを出すよう声を出します。サイドへ送りました。止めて奪います。ここでホイッスル。前半が終わりました。前半の相手のスタイルを見た上で戦術をどう変化させ、どう攻略していくのか注目していきたいと思います。まもなく後半が始まります。今後半がスタートしました。お互い全く譲らなかった前半。後半で均衡を破るのは果たしてどちらのチームでしょうか。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。ベジェリーから出る得意のクロスに期待したいところ。奪われました。ボールを入れます。中央へ送りました。サイドへ送って、右サイドへ大きく出します。もっとボールを奪いに行くよう選手に声をかけます。福田がキープ、右に出す、抑えて、さあここから反撃が始まるか。ボールを受けます。トラップ、奪いました。前へ送る。パスを送りました。抑えます。前に出す。エジからどんな芸術的なパスが生まれるか非常に楽しみです。ベジェリーノから出る得意のクロスに期待したいところ。サイドに、
抑えて乗っていく。前線付近でボールを持ちます。ラムジーからグエンドジサイドへ送る。得点につながる指示となるか。中に折り返す。そのままシュート。この位置でボールを奪う。ゴールキックになります。さあプレー再開です。抑えます。奪いました。止めてボールを運びます。このクロスに出しました。刻々と時間が過ぎていきます。この位置でボールを奪う。エジこの指示でゴール前までつなぐことができるか。ボールを取り返す。抑えます。左に出しました。抑えます。前線付近でボールを持ちます。素晴らしいカバーリング。つなぐ。右に展開。抑えます。このボールをここでアディショナルタイム突入です。この位置でボールを奪う。監督の戦術を重視した攻めを形成します。裏を狙う。ファンダイクがパスカットに入りました。ファンダイクがここは大きくクリア。左から上がっていった。パスを出すよう声を出します。互いの力が拮抗したこの試合、同点で終了です。試合も終了し、お別れの時間が近づいてまいりました。それではまた次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。